露蜂性リンパ種は低悪性度 B 細胞性悪性リンパ種の1分類で病理組織学的には肺中心由来のセントラサイトとセントラブラストが代償様々な結節を作って増殖する。欧米諸国では悪性リンパ種の20%から30%を占めるのに対し日本ではその半分程度と少ない。 しかし近年増加傾向が指摘されている。氷剤リンパ節主題詳細は、悪性リンパ種症状も参照。露蜂性リンパ種は、露蜂に含まれる、肺中心目細胞セントラブラストに似た大型の、異形細胞の高によりグレード分類される。なぜなら、グレードにより、臨床的、生物学的に差異があるためである。組織学的進展とは、 低悪性ドリンパ種が高悪性ドリンパ種に形質転換することである。すべての低悪性ドリンパ種で見られることだが、露放性リンパ種から微慢性大細胞型、B 細胞性リンパ種への頻度が最も高い。露放性リンパ種における組織学的進展のリスクは5年累積で22%、10年で31%と言われている。風分類第4版では、 ピディアトリックフィリキュラーリンフォマ、プライマリーインテスティナルフィリキュラーリンフォマ、イン質フィリキュラーリンフォマの3和形が加えられた。グレード3はグレード1、2に比べて予後が悪いとされていることから、微慢性大細胞型微細胞性リンパ種に準じた治療を行うとされるが、3-8-3ビットの対応の違いなど、まだ議論の余地が残る。以下では、 グレード1、2の治療について述べる。微慢性大細胞型 B 細胞性リンパ腫などへの形質転換をした場合は、RCHOP 療法もしくは、大量化学療法併用自家末小血幹細胞移植が行われる。フルダラビンなどを用いた化学療法が従来行われてきたが、イブリツモマブチウキセタンやベンダムスチンなどの新規薬剤の登場で、 治療選択肢は多くなった。ただし各治療間での比較検討第三相試験は論文として公表されたものはない。ありがとうございます。